系僕秋葉系どうもハラッキンです。今回プレイするゲームはこちら、エクスキャビリペース。ゾンビをショベルカーでぶっ倒しまくる、そんなゲームです。それでは早速プレイしていきましょう。プレイスタート。まずチュートリアルからいこうかな。したら子供のゾンビとハゲのゾンビ、あ、ハゲちょっとだけ前髪があった、8ヶ月前。この目を覚ますパターンね。ホラー映画、ホラーゲームにありがちな。ホーシッ、爆発。Oh, I done fucked up. Oh, God. I gotta call Mr. Edwin. Oh, this doesn't look right. Call Mr. Edwin. Hawk Run. あ、これで？あ、でもグラフィックはまあまあいい感じの。あ、ショベルカーあった。で、コール電話しろってことか。なんか、こっち側に、あの仮設住宅しょぼい。で、電話がある。これだね。これっぽいね。こ、視点がリバースだから、難しいな。逆なんだよね。で、A ボタン。え、受話器は取らないの？置いたままのパターン。Lens, you're alive! Yeah, of course I'm alive. I told you I wouldn't drink today. House is on fire, though. No biggie. You idiot! If this wasn't the end of the world, I would... Listen, grab the 220 excavator and get the hell out of there now. Run them over if you have to. They're dead already. Of course. Wait, what? Just do it. Meet me at the workshop. Shit has just hit the fan big time, son. God damn it. Here they come. Hello? What was that? Hello? Mr. Edwin? Holy shit. This is serious.I gotta get the fuck out of here! え、受話器取ってないのに、どうやって置いたの？手抜きか。掘削機を探せ。ショベルカーのことか。ここに、こっちから、大丈夫かな？死なないかな？で、ここで、A ボタン。A ボタンで乗れるのね。来た！で、温めろ。で、エンジンかけろってことか。で、Y ボタンで、来た！こいつ動くぞ！これ行ってみたかった。このパーセンテージで、Oh, this is a mess! なんか増えてる。I need to find an easier way out. これで動くの。あ、動いた。これ視点を、これ FPS のね、チュートリアルにありがちなね、視点直的なね。The road is just behind that wall. I can use the excavator to make my way across it. I hope I remember how to operate this thing. 壁を壊せ。Let's see. これで、いいね。あ、すごい。Hell yeah. This すごい威力。気持ちいい。いいね。おお。I gotta get rid of them. 次は、岩を壊せってこと。この、あ、これで、おお。すごい。難しいこれ。これで。This is harder than I thought. こっちはこっちの、あ、ゾンビいた、ゾンビいた。Time to go. あ、これで外に出ろってことか。これ動かせる。あ、これを両方押すとまっすぐで、曲がるときは片方押せってことね。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。ほら、ゴミ。あれ、止まった。Hey kid, where are your parents? まだ。There's something weird about that kid. こいつまだ。Do you need a ride?This is not good. めっちゃ出てきたよ。This is not good. 同じような服着てるみんな。ほら、ほら、ああ。三パターンぐらいしかないぞこいつ。ヒーロー率高。Get away! 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 近くに来てる。目にして。ほら。頭狙いで。子供と広いやつと裸。そいつしかいねえ。前に出るか。じゃ、一旦殺すこともできるよね、これきっと。おお。まず前のやつをちょっと前に出た方がいいの、これ出た壁のやつが邪魔で動きづらい。ほらー、ゴミー。ほらー、掴んでみたいな。ゾンビを、ゾンビを、うわっ、まずい。ほらー、殺す。いいね。
場に。こらーこらー、これで全部やった。ゾンビを踏んじゃってるから斜めちゃって。No, エスケープ。They were human. Yeah, they were human. I swear to God, they were already dead. They were. It's like the same. ってことは？こっち側に行けばいいのかな？ Calm down, Lance. Calm down. でもあれよね、車がパトカーか消防車が動いてるってことは人いるよね。これが8ヶ月前ってこと？さあ、それじゃね、本編のサバイバルモードをやってみたいと思います。まず、エンジンをかけんのね。これが8ヶ月後ね、さっきのね。わ、いっぱい出てきた。いっぱい出てきたけど、裸と子供と黄色。いいね、いいね。これ、掴みたいな。持ち上げてみたいな、ゾンビを。わ、車も。エリアは？あーでも狭いな。移動はそんな前提としてないね。ちょっと動ける程度。難しいぞこれ。下のがこの車の耐久値かな。おー、このゾンビに攻撃されたぐらいで壊れるショベルカーっていうのもどうかと思うけど、むずい。これはむずいぞ。あー乗っかった。いいね、いった。おらーごめん。結構減る。やばい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 。見えないな。後ろからも。前進。移動した方がいいか。動いてた方がいいか。動いてたら引っ殺せるから。なかなか操作が難しいな。一旦出て、で次は前に出て。殺しにショベルカーも見ないとね。このストップの方も見ないとね。おお、跳ねる。気持ちいいぐらい跳ねた。体操だったらもう10点満点、まあ、今だったら20点満点か。これすくって、ああこれ取ることもね、取っても何の意味もないけど。ゾンビのパンチ強えな。耐久が80になったんですね。何を目標に、どれぐらい生き残れるかっていう、倒した数っていうより生き残れって感じか。終わりはあるの？自己満足的な感じ。少しでも長く生き残ってみせましょう。ほらー、大型ゾンビとか出てきたら面白いんだけど、ボスゾンビみたいなのがね。今後のアップデート次第っていうか、おお、スローモーションの演出はねなかなかいいですね。帰れないのかな。あ、視点帰れる帰れる。ゾンビにパンチされてる。人乗ってない、誰も乗ってない。これ あ、まずいまずいまずい。あ、この状態だ。まず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 い。めっ、こいつって、あー早く逃げて早く逃げて。くそ、まだマックスになんない。早く100になって、早く100になって下がんないと。あーもう 16% 半端ねえな。半端ねえのか、このショベルカーがしょぼいのか。うらー、ただこのゲーム目標が薄い。目標がひたすら薄い。どこかまで脱出とかだったらねあれだけど、ひたすらゾンビと戦うっていう感じね。あー終了。まだゾン攻撃されてる。あーゲームオーバー。3分33秒綺麗に揃えましたね。さあ今日はこのゲームこんな感じで終わります。今後に期待したいですね。まだバージョンね 0.22 ですから、これから期待したいと思います。それではまた見てください。バイバイ。